皆さんどうもこんにちは、ルコです。今回もアートの切り抜き動画を作ったのでよろしくお願いします。今回は3月17日の配信で、ちょっと8時間半にも及ぶ長時間の配信だったんですけども、20分程度にまとめてみたので、よかったら見てみてください。それでは VTR どうぞ。こんばんは。聞こえてる？とりあえずテリジノのサドルを作りました。これで木材集めとかがね、だいぶ楽になりますね。なんでいかだを作りたいかっていうと、前の拠点、捕獲拠点が15-70あたりにあるんですけれど、そこにね、行くのに行き来できる恐竜を連れてこれるイカダを作りたいのと、あとですね、鉱石が結構必要で、鉱石がこの場所にあるらしいんですね。今いる拠点からちょっと右に行った方と、ちょっと丸一のところは少しもしかしたら大変かもしれないんですけど、そこに行くためにもイカダが必要だなっていうことで、上に土台が乗っちゃうんだけど、そこをなんとかバグっぽいものを利用して、普通だとね、なんかこんな風に乗っちゃうところをどうにかしてちょっと下げてみました。土台下げして恐竜とか乗せたくて、恐竜乗せた時ちょっとテリジノ置いてくるか。テリジノ置いてこよう。なんか戦って、メガロドーン、イカダの近くにメガロドンとあとウンチがある。怖い、やだやだやだ。ちょっと待って、イカダだけあっちにあるよ。取り返せそう。おっそ、イカダは返してもらうぜ。無理なのかな、無理なのかな、先尖らせるの。こうしていったら先っぽ三角にできそうじゃない？え？ここに来て？え？ここに来て？ね、ここに来て、このへさき長っ。なんか、イカダも一台分ある。囲わる。ちょっとこうさ、こっちに来たかったよね。あれ？これもう一個奥じゃないと無理じゃない？これもう一個奥だ。あれ？なんか違う。なんか違うぞ。木が足んない。テリジノ材木、テリジノ材木。あ、もしもし、テリジノ工務店さんですか？ちょっと至急材木を、そうですね、1000キロ、1トンほど、軽トラ1台でどれぐらい運べますか？あ、あればあれだけ必要ですね。ちょっとテリジノさんの方で、まあ、どれぐらい可能かどうかによって、てくるんですけれども、テリジノ材木さん今どちらにいますか？あ、ちょっと慣れない土地で迷子ですか？あ、わかりました。何見えるとこにいますか？木がある。海の近くではない。海、あー、傾斜のとこですね。わかりました。見つけました。よし。いいんじゃん。いいんじゃん、いいんじゃん。ここちょっと、ジャンプしないといけないけど。頭上の人がさ、あ、いい、ちょっと待って、内開きかい、内開きかい。裏向きだけど、いっか。あ、いいじゃん、いい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 んじゃないですか。すりこぎ、すり鉢も欲しいよね。保存庫はどこに置こうかな。やったー。いいじゃん、すごく。ダイヤモンド、沈みそうだよね。ちょっとちょっと、王さん、王さん、よし。なんだって、
イタニックだな、やっぱ。もうこれでいこう。びっくりマーク、マミタニックに決定。パラサウロロス2体も来れる？来れるかな？テク君も来たかな？よし、行くぞ。ヒロミさん、見守っててね、うちらのこと。いいね、みんな。行くぞ。いざ。よいしょ。表情変えたい。いざ出発。ここどこだ？角笛とか吹きたい。運転する。よーほー。いいねー。いいねー。どこに行きやすか。待って。みんな落ちてる。みんな落ちてる。みんな落ちてる。よし、みんないるか。ケラヨヒム、コスモ、ラテ、テック、テリジー、ゾロ。みんないそうだ。よし、再度出発だ。あ、雷だ。私のところは外大荒れです。か、皆さんのところは大丈夫ですか。あ、ひろみさんがいる。ひろみさん、ちょっと大変だったけど帰ってきたよ。よし、みんなお疲れさ。よいしょ。よし、あれ、カメかな。カメだ。どっちだ。オベリスク方面だからこっちだ。夜になるまでに帰りたいな。なにみんなー、気にしないんだ。スルーしてくれみんなー。無抵抗に。あ、クラゲがいる。ちやばくない？クラゲいるよ。やばい。どうしたらベガラ軍がいる。どうしたらいいんや。今いる子だけでも水中の上、奥の方に。いやちょっとでも助からないかなって思ってた。他の子もさ、やばくない？他の子もやばい。他、やばいってー。セリジー、やばい。引き上げる。死んじゃうって。いやー、ちょっと待って。よし、これで大丈夫だな。やすこー、やすこ落ちるなよ。よーし、お家に来たー。
失ったものはでかかった。こっち方面。あ、キョタンさん、これだ。黄色と黒の半っぽい、これだ。ピッケルの方がいいんだっけ。あ、これだ、めっちゃある。なんか捕獲拠点散策したい。強い子かな。レベル何なの。やば、待って、やばい、赤いやつやばい。赤サウルスはやばい、やばい。ちょっと場所変えよう。歩いてきた手頃のティラノ。ギャー、なんだこの方向は。いいぞ、いいかも。おいしょ、開いてる。ここが開いてると良くない。閉まらん。けっ、やばい。登ってきた。出たいんだが。出たいぞー。テリジー。どうしたらいい？テリジーが倒しちゃう。テリジーで誘導しようとしたのがいけなかったのかな。カルノ、いいね。しまった。しまったー。よっしー。カルノ。あ、アルマジロ。よーし。ホイットニー、ケビン・コスナーとね、ホイットニー・ヒューストンみたいなボディーガード、映画ボディーガードのね。強そう。すごい色だ。レベル7か。さっきの子強かったな。おー、ちょっと待って。あ、麻酔矢が一個もない。え、めっちゃ壊れる。え、壊れそう。え、壊れそう。やばい。よっしゃー、来たー。生肉でいいんかな。ちょっと調べるか。あ、でも作れるそうじゃ作れそうかも。おお、来たー。この子のね、これ出れるんかいな。出れるだろうか。ティラノサウルスね、この子さ、背中がちょっと白くて、で、だんだんグラデーションになってて赤いでしょ。そこに目をつけた名前をね、つけたいと思うんですけど、赤富士にしようと思います。演技いいでしょ。よし、じゃあミラノ州、とりあえずティラノくんを船に乗せよう。
もう夜になるかな。いやまさに大航海時代だったけど、夢をかき集め、ティラの赤富士、コードネーム赤富士、救出隊出航いたします。ブブー、ボーイーみたいな。拠点は我らが守ります。どうかご便を。あれ取っていくか。あわよくばもうちょっと北に。進出したいよね。ここに家建てるのちょっとギリギリかな。でもここでもよくない？そっちはきつい？そっか。ここまで大移動するの大変だよね。飲み水問題。ここにしようかな、拠点。この木とか切ってさ、ここに。この辺にちょっと高床式、高床式住居をここに作る。やっぱこのかがり火の置いたここら辺に作る。そうしよう、決定。で、次回の目標はバリオリルニュークス、パラケラのプラットフォーム。皆さんのアドバイスナイス。そうしよう、そうする。で、北方侵略できそうだったらする。ということで、来てくださった皆さんどうもありがとうございました。え、次回ね、拠点の移設&恐竜小屋の拡張、まあ、住居の移設をしたいかを思います。それでは皆さん、寝る方はおやすみなさいで、起きる方はおはようございます。だったらまた遊びに来てください。それじゃあバイバーイ、ありがとうございました。はい、ということで、ご視聴くださってどうもありがとうございました。買ったら配信にも遊びに来てください。それでは皆様、一日頑張ってください。いってらっしゃい。